皆さんこんにちは、シナル TV 石井亮介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。いつもありがとうございます。 PXG0311XP Gen6 でございます。絶対色違いですね。いや、黒いヘッドで締まってかっこいいですねって言ったら、こっちのモデルでシルバーも選べますっていうことなんで、本体の色が白とシルバーとこの黒、かつネジも黒とシルバーを選べるので、そこは好みで。さっきやったじゃん。さっきは、0311の P で、こっちは XP。こっちの方がロフトが立ってて、より優しい、より飛ぶみたいな。というかね、もう上から構えた瞬間に全然別物ですから、こんだけヘッド大きいですから、ソールの幅の広さも違いますし、フェースの長さも違いますし、立ってるね、はい、ロフトはだいぶ立ってます。だいぶ立ってるね、これすごい立ってる。あ、でまた黒いから締まって見えるから、7番アイアンでしょ。7番です。これは立ってるね。まあ、28度とか27だ。じゃあ立ってるね。相当7番でも立ってる方だ。そして白いこのスコアラインの線が入ってなかったら、フェースがどこまであるのかが分かんないぐらい真っ黒ね。まあでも顔の形状はまあ似てる、その、PXG ナイアンの顔っていう感じですね。寒い。飛ぶね、やっぱりね。飛ぶけどスピン少ないよ。だから高さで止めろ的な会話でしょこれ。高さで止めるバージョン。あ、高さは上がりやすいけど。シャフトは同じです。ディアマナの 70S。だクラブスピード落として振ったらいいんでしょうけど、ちょっとこのスピードで振ると少ししなりが大きいので、ちょっと動く感じがして、ちょっと巻いたりちょっとダフったりはしてますけど。おお、いい。これは球は上がる。だ27度ではないですよね。超高弾度、ランディング47度もありますよ。本当だ。おお、パーンと上に上がんね。なんか久々になんかこう、あ、中空だねっていうこの感じがする。中空っぽい。そんな今のはちょっと落としてますからね。さっきほらブンって振ったら飛んだんですけど、多分そういうユーザーじゃない気がする、このシャフトとこのヘッドって。あ、振った。これぐらい振ったら170ぐらい飛ぶんじゃないですか。風が強くなってきたよ。ほら飛ぶね。飛ぶわ。いや、スピンさえ入ればね。だ感覚的にはだから T200 とかみたいな飛距離性能なんじゃないですか。そう。でもヘッドの形状とかは全然こっちの方が大きいので、だピンの I525 よりもでかいし、 G710 よりもでかいし、でも顔のその輪郭っていうか、そのものは先ほどの0311のあの P みたいなシルエットのまま大きく太らしてる感じがするんで。I なんとかってあるピンの飛ぶやつ、はい、I525 525と比べてどうですか。525よりもヘッドが明らかにでかいね。でかい、でかい。あ、そう。710とかの方に近いです。710よりはシュッとシャープになってる感じ。710の方がもうちょっとボテッとしてるんで、
525よりは大きく感じるし、710よりはシャープに感じるし、790は P790 よりは全然こっちの方がでかいです。でかい P790 の方があのスマートに見える。相当でっかい方な、結構この長さは大きく感じますよ。 G430 とかじゃん。うん、この長さは430に確かにそういう長さだけど、でもあれよりはこっちの方が細く感じる、うん、逆になんかネックの部分がちょっとこう逆に華奢に感じるぐらいでかいのにチューって縮こまるんで。でも顔の輪郭はもう同じシリーズのクラブだなっていう感じです。ナイスショー。これもウェイトの位置変えられるんですか？位置は変えられないけど、要は重さを変えられる？フィッティングで、はい、ウェイトの種類をだからもっと重くしてとかもっと軽くしてとかっていうことが変えられるんですよね。まあ、いずれにせよシャフトにしてもヘッドにしてもフィッティングしながらっていうことは、これ単品でも変えるんですか？変えますね。じゃ あの下の番手はこっちだけど上の番手はこっちとかっていう変え方もできるんだ。できますね。で上の番手は、まあ、下に合わせてもっと振りやすくとか、逆に下の番手をもっと大きくとかっていうこともできるし、もういいんじゃない9番へ、うん、それ何番7番ちょっと7番ちょっと薄めに当たってますけど、薄めだったっすよね。でも全然上がりますよね。9番、はい、9番黒いヘッドのアイアンはかっこいいんですけど、ガードバンカーがじゃないや、あのフェアウェイサイドバンカーとかでほら打った時に花火になるでしょ。ああそうなんだ。あの上手に芯でしか打てない人はいいんでしょうけど、なんかこの辺になんか当たった後とかつき合いじゃない、なんか寛容性は高い。てか球上がるね。おお飛んでる飛んでる。9番だもんね。9番です。飛ぶわ。9番がだってね、36度よ。さっきより3度経ってる。いやでも、8番やクラスだね。いやでもね、思ったより打感は良かったです。もうちょっと硬いのかなと思って。いや球上がるし。もうちょっとなんかバウンスがあってもいいのかなっていう感じはするかな、うん、まあ、もちろんバウンスないわけじゃないんですけど、飛ぶ球は飛ぶよね。じゃあ6番でもなんかそんなすげえこう弾いてる打感っていうわけでもないんですよ。あの P と比べてもそんなにこっちがじゃあカキーンって言ってるわけじゃないし、ナイスショー。素材と構造同じだから似てると思うんですよね、それね。すごい自然な感じで飛んでて、すごいね。距離も出る。これ5番。はい、5番や。かーい。はい、5番です。はい、あグース感がやっぱり入る。よりあなるほど。じゃあ G430 みたいなこの捕まる感じとかヘッドが長い感じ、まあその辺やっぱりピンだなっていう。あ、まあ、PXG のそのね DNA の中にこうピンのこうねスピリットがちょっとこう入ってる感じがすごいし感じるところではあります。でもこのゴテゴテ感のね、こういう鉛が、鉛じゃない、ウエイトがいっぱいあるの最初ね、なんだこれって思いましたからね。ライアンムーアとか最初使ってて、あ、使ってましたね。そう、あ、何新しいブランドなのみたいなので、あのゴルフスタイルとかゴルフクラシックとか見せたら出てきてて、あれ何年前ですか、もう6、7年前、ね、結構前、もっと前じゃないかな、ね、結構な前。いやでも10じゃないでしょ。10年は経ってない。経ってないと思う。10は経ってないと思う。だってあれで4、5年前で全通だからね。うわ、なんかちょっと弾く感じになった。いやでもね、うん、ちょっと球低かったけどだってロフト20度よ。距離はすごい20度。5番アイアンで5番アイアンでロフト20度、ね、うん、
アイアン型ユーティリティみたいなもんですね、うん、おー、頭さあまあまあ出る、こりゃ楽だね。アイアン型ユーティリティだね。いや、あの、シャイアンさん、だからこういうの打つから、せっかく最近アイアン調子いいのにこういうのが楽だなって思っちゃうんじゃないですか。200ヤード飛んでました。これだけ入れればいい、単品で。いやー、でも浮かないよ。でも、あ、本当だね。これでもヘッドスピード帯はもっとあれでしょ、落としてるでしょうね、36ぐらいじゃない。だ、単品で買うんだから5は無理な人も、最初から5はフェアウェイトとかユーティリティにしたら賢明なんじゃないかな。20度はまあまあ、ちょっとこれぐらいの速度帯で打って、あの高さあの距離でどうですかっていう、まあまあまあ17ヤードぐらいランが出るっていう感じで、こうやって考えると結構製品のこうなんか特徴はもうドンドンという味濃いめで出してくるんですね。そうね、 PXG ってね、もういいと思いますよ、うん、大丈夫ですか、はい、よいしょ、ナイスショー、ムチって言ったね、うん、いやでもこの速度だとあの高さが精一杯だと、な、早く触れる人はいいけど、うん、まあ、本当前に転がっていく感じで、でも39度あるんだ、ランディング、うん、あるね。5番で39あるなら止まるね。普通上営業だったら止まるね、普通に、はい、へえ。なんかお助け感は感じますけど、ただまあまあ前のめりなやっぱシャフトもあれして、うん、石井さんが使うんじゃもうちょっと、いや、さすがにこのシャフトだと柔らかいです。よいしょ、頑張った。これは飛んでる。ちょっとアジャストしましたけど、スピンがもう3800飛ぶね、うん、クリークぐらいの感じ。まあちょっとこういう飛びは癖になるけど、うん、ティーショットよ、狭いホールの。いやでもだって普通の番手が存在するんだからね。いやでもまあ球上がりやすいし、打感もいいし、ちょっと弾く感じもしながらもフェースに乗る感じもするし、まあ、よくできたクラブだと思いますよ。でモデルがこうね、先ほどの P と今回の XP と明らかにこう対象ユーザーも違うし、まあ、そこは本当フィッティングしながら上の番手だけ XP で下の番手は P っていうチョイスもできるかもしれないし、いやいや、あの全部 XP でもいいっていう人も多いでしょうしね。まあまあまあ久しぶりに PSC 打ちましたけど、でも脈々とこうね、歴代ずっとこうやって作り続けてたんだろうなっていう感じはしますし、まあただフルセットでね、100万円だ、何百万円だみたいな世界からもうちょっとあの買える値段になってきてるのが、まあ、ブランドのそのね、イメージ戦略というか、ブランディングの変化をどう捉えるかは皆さん次第ということで、まあでもずっとこうね、追ってる人もいるでしょうし、一回あの超激安だったら何だったのあれと思いましたけど、まああれとは全然違うラインだってことなんで、まあ球上がりやすいし飛ぶし打感いいし、確かにこれだけ見たら色眼鏡見なければ言うことないヘッドだと思います。あとはまあシャフトでもうちょっとこう、僕に合うようにしたらまた全然印象変わるかもしれないけど、まあこの純正は純正で球上がりやすくて柔らかくて、まあ、この辺はちゃんとあのフィッティングしながら選んでいただきたいモデルなんじゃないかなと思いましたが、いかがでしょうか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これぐらい振ったら170円飛ぶんじゃないですか。